スーパーバンタム級でも異彩を放つ、怪物は、あらゆる猛者たちの標的ともなっている。現地時間1月25日、ペイ・ローホシ、ザ・リングの取材に応じた全 WBA&IBF 世界同級王者のムロ・ジョン・アフ・マダリエフ、ウズベキスタンが、同級で4団体統一王者に君臨する井上直也、大橋に対する思いを語った。 格友アフマダリエフにも井上と対戦する権利はある。昨年12月に行われたケビン・ゴンサレス、メキシコ、との12回戦を8回2分49秒 TKO で勝利。リング上で、俺こそがチャンピオンだ、と叫んだ29歳は、挑戦権を得ていた。ただ、井上の次戦は、今年5月に WBC の指名挑戦者であるルイスネリ。 メキシコと行うことが決定的となっている。故にアフマダリエフはこの一戦の勝者との対戦が有力視されている。井上の第三の資格となるウズベキスタンの猛者も現状をただ指を加えて待つつもりはない。ダリングのインタビューで自分はタパレスとベルトをかけずに戦い、どちらが上かをみんなに示すつもりだと断言。 昨年4月に判定の末に敗れ、2団対統一王者から陥落させられた因縁のマーロン・タパレスとの再戦を望んだ。井上に敗れて無冠となったタパレスとの再戦に、あの試合でもほとんどのラウンドで勝っていたのはこっちだった、と鼻息を荒くするアフマダリエフは、その先に見据える井上 vs ネリの勝者との対戦を語ってもいる。 自分は WBA 最高ランクの相手と戦い、自分を取り戻す機会を待っている。タパレスとの試合はそれを確認するための場だ。タパレス戦の井上はとても良かったと思う。常にスマートなプレッシャーをかけながら、いいパンチを繰り出して、コンビネーションも抜群だった。タパレスもよくやったと思うけどね。 当然、俺の目標はベルトを奪い返すことにある。チャンスがあるなら、井上や他の選手と世界タイトルをかけて戦いたい。誰と戦おうが、ベルトを争いたいんだ。さらに、俺はボクシングで勝つためにはリング上で KO をしなければいけないと考えている。ともごしたアフマダリエフ。自信を深める29歳が、 日本の怪物と拳を交わす日は訪れるのかスーパーバンタム級のタイトル戦線は実に興味深い展開となっている。